ルーニー・チューンズとは、アメリカのワーナーブラザースが制作するアニメシリーズである。主に1930年から1969年まで制作されたアメリカンアニメーションの黄金時代のアニメーション短編映画作品を指す。ルーニー・チューンズは5色。派生作品にメリーメロディーズがあるが、便宜上合わせてルーニー・チューンズと呼ばれることが多い。ルーニー・チューンズのキャラクターたちバッグス・バニーやダフィー・ダック、トゥイーティーなど世界的に有名なキャラクターを多数有する本作は非常に人気のあるアニメーション短編映画シリーズであった。最も輝かしかった40年代から50年代の作品の中にはアカデミー短編アニメ賞の受賞やアメリカ国立フィルム登録簿へ登録されたものも多数存在する。ワーナーブラザースは自社音楽を促進するためのアニメーション短編映画に興味を持っていた。彼らはレオン・シュレジンガーのスタジオと契約を交わし、ルドルフ・アイジング、ヒュー・ハーマンらによってルーニー・チューンズは制作されることとなった。この頃の作品はディズニーの短編アニメーション映画の模倣に過ぎなかったが、ボスコを主人公としたシンキン・イン・ザ・バスタブを皮切りに、ルーニー・チューンズは一躍ヒットシリーズへとなり、より音楽を重視した派生作品、メリー・メロディーズなども制作されるようになった。だがその蜜月期間も長くは続かず、1933年にハーマン、アイジングと制作環境や契約でのいざこざが起こり、彼らはワーナーブラザースの元を去ることになる。その際ワーナーは、ボスコなど、過去の作品の権利も失うこととなった。スターを失ったルーニー・チューンズは、その後、ジャック・キングやフリッツ・フリーレングらにより、白人少年バディなどを主役とした作品が制作されることになるが、どれも短命に終わった。ルーニー・チューンズの大きな転換期となったのは、テックス・エイブリー、フリッツ・フレリング、チャック・ジョーンズなど、若い制作者たちがターマイト・テラスというスタジオで、活躍しだした頃である。とにかくあらゆるものを目指した彼らの作品は、徐々にディズニー作品の模倣から脱却していくことになる。音の面での革新もあった。作曲家、カール・スターリングの加入である。映画、アニメーション音楽に長く携わってきた。彼は作品にマッチした音楽を選び出すことで、笑いの効果、作品の完成度をより高めた。またメル・ブランクの登場も大きい。ポーキー・ピッグの声優の代役として起用された。彼はラジオ声優として鍛えた様々な声色を使い、バッグス・バニーやダフィー・ダックなど数多くのルーニー・チューンズキャラクターの声を一人で当て、40年代初めにはワーナーと独占契約をするまでに至った。ボスコの権利を失って以降、スターの不在が続いたルーニー・チューンズだが、フリッツ・フレリングが監督したメリー・メロディーズ作品楽しい母親3巻に既存の豚ポーキー・ピッグが初登場し、ゴールド・ディガーズ・オブ49を経て一躍ルーニー・チューンズの花形スターとなり、作品的にも後にアメリカ国立フィルム登録簿に登録されたポーキー・イン・ワッキーランド、後に幻の堂々を探せとしてカラーリメイク化などの傑作が生まれた。しかし彼の栄光も長くは続かなかった。新たなスターダフィー・ダックが登場したのだ。ポーキー、S・ダック・ハントにて初登場した。彼は今までにない狂ったキャラクターで観客を虜にした。以後、ポーキーが主役を張ることは少なくなったものの、ダフィーのパートナーとしてキャラクターを発展させていくことになる。1940年には、ルーニー・チューンズの顔である、バッグス・バニーが、野生のバニーにて初登場し、以後も記憶に残るルーニー・チューンズスターのデビューが続いた。1934年のメリー・メロディーズ作品、ハネムーン・ホテル以降、メリー・メロディーズとルーニー・チューンズの違いは、カラーか白黒かであったが、1943年の、プス・ウェヌ・ブーッティを最後に、ルーニー・チューンズもカラーで制作されるようになると、音楽、タイトル以外の実質的な違いはなくなった。ルーニー・チューンズは、主に、ポーキー・ピッグとダフィー・ダックが、メインの短編が非常に多かったが、カラー化後、そうでもなくなった。40年代には、ワーナーのアニメーション短編映画に、初のアカデミー賞をもたらすこととなるE.T. が登場する。ボブ・クランペットによる作品、A Tale of Two Citiesにて誕生したのだが、進化を発揮したのは、フリッツ・フレリングのトウィーティー・パイ以降のことである。本作は、同年のアカデミー、短編アニメ賞を受賞したほか、以後定番となる、シルベスター・キャットとの黄金タッグを確立した、記念碑的作品となった。以後トゥイーティは、フレリング専用のキャラクターとなった。この頃になると、チャック・ジョーンズも、頭角を表すようになってくる。チャックの初期の作品は、小ネズミのスニッフルズなど、ワーナーの作品にしては可愛く、毒のないものが大半だったが、40年代には、笑いのセンスを徐々に洗練していき、50年代には、後年にも評価される作品を多数制作した。特に有名なものとしては、現在のダフィーのキャラクター性を決定づけた狩人3部作、標的は誰だ、ちゃっかり、うさぎ狩り、何のシーズンやアカデミー賞を受賞したペペル・ピュー作品、フォーセント・アメンタル。リーズンズ、アメリカ国立フィルム登録簿により永久保存が決まった、オペラ座の狩人、第4の壁を巧みに利用した、カモにされたカモほか、一定のルールを作りカートゥーンの法則を突き詰めていった、ロードランナー&ワイリー・コヨーテの作品群などである。60年代に入ると、スタッフの引退、死去などによって、作品の質が徐々に低下していった。1963年には、アニメーションスタジオが閉鎖されたが、新スタジオデパチェ、フラレンエンタープライゼス、後にピンクパンサーを制作。絵の交代によりアニメーションの制作自体は、続行された。この頃の作品の特徴としては、ワーナーロゴの変更。リミテッドアニメーション化。新しいキャラクター、クールキャットの登場。バッグス、トゥイーティの欠如などが挙げられる。オリジナルのアニメーション短編映画は、メリーメロディーズ作品、インジュントラブルにて、制作が終了したが、その後ファミリー向け映画の同時上映作品として、再開し、今日まで、散発的に制作され続けている。1950年代に、短編映画作品がテレビ放送されるようになると、その人気はより一層強まった。しかし主な視聴者が子供だったのもあり1970年代には、暴力シーン、人種差別的表現、喫煙、飲酒などの不適切な描写の多くは編集、カットされた。70年代から90年代初頭には、作品のつなぎ用のアニメーションやテレビ用の新作短編がいくつか作られるに至った。1990年以降はスピンオフ作品の制作が活発になり、スピルバーグのアニメタイニー・トゥーン、シルベスター&トゥイーティ・ミステリー、ベビー・ルーニー・チューンズ、ダック・ドジャース、ルーニー・チューンズショーなどが作られている。日本では1960年代から1980年代に、短編映画をまとめたものが、バックスバニー劇場、漫画大作戦、バッグスバニーと愉快な仲間たちなどの番組名で放送され、また1989年10月4日から1992年3月25日にかけて、バッグスバニーのぶっちぎりステージという番組名で、テレビ東京でも放送され、人気を博した。現在は声優が一新され、カートゥーンネットワークのバッグスバニーショーで放送されている。テレビ用のスピンオフ作品もカートゥーンネットワークにて放送されているが、他のカートゥーンネットワーク放送作品と同様にシーズンの途中で終了し、最終話まで放送されないことが多い。1996年に NBA とのコラボ作品としてマイケル・ジョーダン主演のスペースジャムが公開され、評論家から賛否両論な評価を受けながらも、当時、ディズニー以外で制作されたアニメーション映画としては、驚異的な興行的成功を収めた。この映画以降、ローラ・バニーがルーニー・チューンズの主要なキャラクターとして、たびたび作品に登場するようになる。2003年には、ルーニー・チューンズ、バック・イン・アクションが公開され、よりオリジナル作品を尊重した作風から、前作より評論家たちに肯定的な評価をされた、ものの、興行的には、失敗に終わった。短編映画のテレビ放送日本での短編映画のテレビ放送スピンオフ作品短編映画の流用作品新規映画カメオ出演の映画現在一部の作品は人種差別の観点からテレビ放送、ソフトの販売が規制されている。主にステレオタイプな人種描写、戦意高揚を意図したプロパガンダが対象となっている。一部の作品は著作権が切れており動画サイト、パブリックドメイン DVD にて合法的に視聴が可能である。1999年にカートゥーンネットワークがルーニー・チューンズの放送権を得た際、スピーディ・ゴンザレスの作品群はメキシコ人に対する人種差別の観点から放送を自粛していた。しかし逆にヒスパニック系の視聴者などから抗議が起こり、2002年に規制は解除された。規制されなくとも、差別的表現に対する配慮がなされる場合も多い。DVD ソフト、ルーニー・チューンズゴールデンコレクションのボリューム3では、ウーピー・ゴールドバーグによる説明が追加された。日本のカートゥーンネットワークにおける放送でも、冒頭、原作者のオリジナリティを尊重して、原版のまま放送します。との表記が追加されている。メリー・メロディーズの作品も合わせて記載。合衆国。国立フィルム保存委員会によってアメリカ議会図書館に永久保存することが決まった作品を記載する。アニメーション史家、ジェリー・ベックによって1994年に書かれたアニメーション短編映画の評価本。1000人の専門家たちによって50作品の選定、順位付けがなされた。本作からは最多の17作品が選定されたほか、上位作品もほぼ独占している。以後、ランク入りした作品を記載する。特に表記がないものは、ワーナーホームビデオから発売。カサブランカ、ジキル博士とハイド氏など、映画作品のソフトに映像特典として収録されているものも多い。著作権の保護期間が終了したものを中心に、主に以下の DVD が発売されている。映画館その他この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。漫画大作戦に関するカテゴリー。ありがとうございます。